はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダシビックタイプ R です。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方見てみましょう。ホンダシビックタイプ R ということで、いやなかなかこの青かっこいいですよね。こちらね、実は中古販売なんですよね。400万、走行距離がね2390キロということで、まあこちら試乗車を今回中古で販売するというものですね。今ねこの奥に見えてる、シビックのハッチバックとこのタイプ R、 これね実はイギリスのスウィンドン工場で作られてるんですが、新型コロナウイルスで今工場が閉鎖してるということで、もうね工場の方は今ラインがストップしてるらしいんですね。なので今すぐタイプ R が欲しいという方は、このしかも中古販売で400万ですね、確か450万ぐらいしたかな、ちょっと安くなって、すぐ買えるというものですね。こちら、大阪東花園店さんでね、販売しております。花園店さんね、シビックが結構ね数多く取り揃えていますよね。まあお買い得車ということで、まあちょっと外装をざっと見ていきますね。傷がないか見ていきますね。わあ、っていうかこれ大きい。久々に見るとでかいな、やっぱタイプ R の羽、リアウィング。でかす。でかす。あ、そうそう、これ。ボルタテックなんちゃらかんちゃら。ボルタテックなんちゃらついてます。いやー、今のところざーっと外装を見た感じでは、側面は大丈夫ですね。大丈夫というか綺麗ですね。タイヤね、これ高いタイヤがついてるんですよね。確か1本ね、10万ぐらいするんですよね。まあ、2000キロしか走ってないんで、まあこんな感じですよね。で、結構正面ね、小石が、跳ねたりしてますので、どっか傷がないかな。あ、ここ、ああ、小石ちょっと跳ねちゃってますけど。気になるか気にならないか。で、あと、あ、ここか、ちょっと、擦り傷。この辺なんかワックスとかで消えるんかな。そんなに跳ねた様子はないな。結構ね、この辺擦っちゃったりしますけどね。反対側ちょっと見てみますね。フェンダーも綺麗よ。この側面も、この、うわぁ、かっこええな。タイプ R かっこええな。これカーボン調なのか、カーボンなのか。リアも綺麗な状態を保っておりますね。ちょっと下回り。ちなみにこれね、シビックのハッチバックのマイナーチェンジ号なんですが、エクステリアね、ここがちょっと変わったぐらいかな。ほとんどね、エクステリアの差はないと言ってもいいかな。っていうか、タイプ R、すごいんやな。こんなに盛り上がってたかな、タイプ R って。ほら、全然違う。あ、全然違うぞ。特にこの、やっぱリアがこんなほら、だって、ほら、こっち全然ツンツルテンですもんね。赤エンブレムが輝いとるわ。ほら、ちゃんと、こういうところもまだビニール貼ってますんで。では、ちょっと内装の方ね、見てみましょうね。内装。あー、シート。シートいいな、タイプ R のシート。赤くて綺麗ですね、あなた。そうそう、ここがね、なんか、ガンメタで、メタリックで、ね、いいですよね。いいですよね。よく、まあ、この辺、シートベルトのすれもないです。ペダルはこんな感じか。すいません、ちょっと、動作確認させてもらいます。おお、ほほー。マニュアルなのにブレーキホールドついてます。いやー、すごいな、やっぱタイプ R な。プラス R があるね。スポーツモード、コンフォートモード、プラス R、えぐいわ。ほら、こういうとこまだビニール貼ってます。ここも貼ってるよ。
リアハッチね、意外と広い。ちなみにこの扉の音すごいよ、バキンっていう感じ。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認よし。ホンダシビックタイプ R。 おあ、全然違う。あ、全然違う。ちょうどね、これ前に日産の GTR がね走ってますけど、こちら、タイプ R でございます。いやー、久々に乗ったら、あ、ランブルギニもどうもこんにちは。いや、久々に乗るとね、いや、ちょっとこれすげえわ、これすげえわ。なんか全然違うんやな、タイプ R ってやっぱり。うっそー、これアクセルね、半分も踏まなくて、レスポンスがすごいっすよね。これ4000ぐらいまですぐ回っちゃいますね。下手したらこれ7000ぐらいレッドゾーンすぐ行っちゃいますよね。うわー、今これコンフォートで、やっております。コンフォートでこれか。足回りね、めちゃくちゃガチガチじゃないです。普通にね乗れますね、これだったらね。まあちょっと助手席に乗ってる人はどうかな。運転してる人にしてみたら、まあこれぐらいがちょうどいい。ちょうどいい感じ。これ以上ガチガチするとちょっとね乗り心地が悪くなりますよね。長距離もいけんじゃねえかこれって感じの乗り心地ですね。今低速でここ、35キロで今走っております。シビックタイプ R 35キロで今走っております。2速から3速に変えております。あれなんですよ、ゆっくり走れるんですよね。トルクが太いんですよね。その辺がねよくできたスポーツカーだなと思いますよね。全然ガクガクしない。今30キロまでゆっくり落として走っております。まあ、渋滞でもねこれだったら普通に乗れますね。っていうかね、これ今買えないらしいんですよね。今コロナウイルス騒動で世界中がね混乱しますよね。工場とかがストップしちゃってるんで、これ実はイギリスで作られてるんですよね。ホンダなんですけどイギリスで作っております。その辺もねちょっと所有力のある車だなと思うんですけども、そのイギリスのねスインドン工場が今コロナウイルスで閉鎖してるという状況で、今度ねいつ再開されるかわからないんですよね。工場自体がね閉鎖されるっていうね噂もありましたが、今のところまあ稼働はせずに、まあ存続はしてるんですけども、まあ動いてないという状況なんですね。なので生産が今これシビックタイプ R と、普通のシビックハッチバックねが、今生産がストップしております。なので、今注文してもね、次いつ手に入るかという感じなんですよね。日本に在庫があるだけしか今販売ができないみたいなんですよね。なので、今これ花園店さんね、こちら今中古販売ということで、これ試乗車を中古販売するということで、400万ですね。400万で、販売されます。いやー、ちょっと今ここ40キロしかねスピード出せないんですけども、この低速でもね全然楽しめますよね。うわ、ハンドリングすごい。何これ。うおほほ、うわすごい安定してる。はい、踏切。これすごいな。これなんかね、今ちょっとハンドルこう揺さぶって走ってみたんですけど、なんかね、どう言ったらいいんやろ。こう重量感があるんですよ。すごいね、こう重いっていう感じはするんですけど、どっしりしてるんですよね。なんて言うんでしょう、こう、安定感が抜群っていう感じですかね。わぁ、400万か。ちょっと待てよ。欲しくなってきた、どうしよう。400万？マジ？
これあと込み込み確かプラス15万ぐらいで多分買えますよね。ちょっとその辺ちょっと情報ね不確かなんですけど、ということはまあ415万ぐらい込み込みでいけんのかな。あのフィットのリュクスで、あのナビとかね、いろいろオプションとかつけると300万超えしちゃうんですよ、フィットね。一番高いやつで。で、これシビックタイプ R はこれ今オプションでナビがついてます。ナビと、あ、これドラレコがねオプションでついてますね。それで、400万。これマニュアル、マニュアルね、うちの嫁問題。嫁が車の乗るんでね、まあ、マニュアル操作できるんですけど、その辺どう、その辺どう、これ買って帰ったら怒られるやろな。さすがに2台持ちはちょっとなっていう感じはするけど、いや実はね、私ね、あのホンダ E がね今欲しくてしょうがないんですけど、2020年にね販売予定なんですよね、ホンダ E ね。あれもちょっと2タイプあって、早い方で350-360するんかな。ちょっとまだ金額確定してないんでわからないんですけど、っていうか今踏切です。ちょっと一旦停止して右左、うん、緊張する。おーおーおー、揺れるね、揺れるね。うーふいふい。あ、やっぱ3500-4000ぐらいからなんかね、室内に入ってくるこのエンジンの音、これね、なんかあのマフラー3本出しですよね。あの音もこれなんかねデザインされてるらしいです。あの真ん中のエキゾーストの音が、結構ねチューニングされてるということでね、今はちょっともうちょっとこうスピード出せるところで聞いてみたいな。おお、ちょっと、うヤッフー、わあすごいすごいすごい、わあわあ、え、マジかマジか、今の2速4000超えたぐらいからの加速、え、マジ、ちょっと2速に落とします。おおほう、これ合わせてくれるんやな。うわー、おおすごい、マジか、これねシフトダウン、あーすごい、合わせてくれる、これ合わせてくれるんですよ。回転数合わせてくれるんですよ。全然ガックンってなりません。まあ、これねちょっと中古販売ということであんまりアクセルいっぱい踏めないんですけど、まあ大事にね今日は試乗させていただきます。今日はねちょっと峠とか行けないんですけど、やっぱこうハンドリングね、アジャイルハンドリングシステムね、あのすごいやっぱ制御されてるんですよね、四輪のタイヤをね。なのでまあコンピューター制御もありながら、この操作してるこのね自分で意のままに、運転ができるというね、このタイプ R ね、やっぱ魅力的ですよね。はい、巻き込み確認、おお、よう見えるわ。いや、スポーツカーってね、視界が悪いんですけど、結構このシビックタイプ R ね、その辺全然よう見えるわ。あの大きいね、リアウィングもね、全然視界の邪魔にはならないです。まあ、ただねちょっと車幅がでかいよね、シビックタイプ R ね。無駄にでかいよ。もう一回り、個人的にはねこう、まあ、シビック自体がそうなんですけど、もう一回り小さかったらねよりいい車だなと思うんですが、まあでもだいぶねヨーロッパとかで、まあ、売る車なんでね、その辺やっぱ大きい方がウケるんですかね。ホンダはねやっぱねこの辺の車乗ると、S660 も同じようなこと感じたんですが、やっぱりねホンダのこの命が入ってるなと、ホンダの技術の粋だなという感じがしますね。やはりこの辺の車をね乗った方はホンダから離れられないんじゃないですかね。いや決してね他の会社が悪いっていうわけじゃないんですが、一回ねこれ乗ってみる価値はあると思いますね。はい、いかがでしたかね、400万ですよ、400万。
今すぐね買える、シビックタイプ R は、ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しておりますので、詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでシビックタイプ R でした。じゃあね、ボーイシュー。